スタバで生ホワイトチョコカスタムが2週間だけできるの知ってる？今日も数少ない友達から LINE 来てて、何かなぁ思って見てみたら、生ホワイトチョコレート入りのソースでカスタマイズはいかがですかって LINE 来てて、おいおい、そんな生チョコみたいな甘い誘い乗るかいな。生ホワイトチョコだけに甘い。って気がついたら、ホイホイスタバに吸い込まれてた。今回はこんな感じで、抹茶フラペチーノにカスタムしてみた。中に入ってるシロップもホワイトチョコにして、それだけやと抹茶が薄くなりそうやから、抹茶パウダーも多めにしてもらって、生ホワイトチョコレートソースをかけてもらったカスタマイズ。これがもうめちゃめちゃ甘くて、疲れた体全体に染み渡って隣の人にも染み渡ってた。抹茶パウダー多めにせんかったらやっぱり抹茶薄くなってたと思うから、このカスタマイズ真似するときは抹茶パウダー絶対多くしや。この生ホワイトチョコレートソースはスタバのどの SNS 見てもいつまでって明記がなかったから、多分12月25日の期間限定が終わると同時にできへんくなるんちゃうかな。プラス100円で全てのフラペチーノに追加できるから、みんなもやってみて。ちなみにまたこの生ホワイトチョコのカスタマイズで動画出すから楽しみにしてて。